突然だけど、みんなに伝えたいことが一つだけあるの。聞いてくれる？私たちの心の声がちゃんと届きますように。せーの、鰹はわさびじゃないよね。私は泣いたことがない。タワープにわすびのお寿司でも鼻につうんと目頭カット、そんなのへっちゃら怖くなかった。だけどお菓子のカツオにわさびをつけるの見てたけど、私泣いたの。涙がとっても溢れたの。私は泣いたことがない。明かりの消えた食卓でや、タイムセールの刺身にたっぷりわさびを乗せるの大好きなの。だけど許せないケツボにわさびを乗せるの見てたけど、私止められなかった。涙がにじんでた。わさびじゃないのよカツオ、はっはっはっは。生姜や肉じゃないの、ことがある。たった一度の過ちで少し心が油断したのか、カツオにわさびつけてみたの。なんでこうなった、何が起きた、私が選んだ道だけど、わさびとカツオは違うと感じたの。わさびじゃない